年収チャンネル。はい、年収チャンネル元です。イラです。はい、今回新しいゲスト松村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。松村さん、今日はどこのお話いただけますか？日清食品です。いいよ、ついに日清食品、嬉しい話を聞きたかったいや、なんか就活人気すごい高いような気がするんですよね、食品業界の中で。そうですね、高いですね。何万人ってやっぱ受けて、それをくぐり抜けてきた松村さんのお話、今日は聞いていきたいと思います。はい、じゃあまず日清食品、まあみんな知ってると思いますが、どんな会社でしょうか？一番有名なところで言うと、まあカップヌードル、どん兵衛、しかり、いわゆる即席麺っていう食品を扱っているメーカーになってまして、そういう会社です。他なんか扱ってるんですか？ちなみに他はですね、チルドでいうと冷凍の麺であったり、あと日清シスコって言って、まあお菓子を扱ってたりみたいな、結構多角的に食品は扱ってます。業界順位みたいなんでいくと、まあでもカップラーメン業界だったら圧倒的1位ですよね、うん、そうですね、王者として君臨してる感じは崩せないぐらいの1位感があるんですが、競合とかってどっかあるんですか？よく言われるのは東洋水産さん、まあライバルって言われてますね。じゃあ、新卒で入りましたと。入った後何をするんですか、みんな？でまず入ると他の会社さんと同じように新卒の研修が2ヶ月ぐらいあって、で配属が決まり、基本的に営業が半分、あと技術職半分みたいな感じなんで、営業はもう全国に散って、で僕は東京の本社の営業として働いてたんです。それ営業と技術職っていうのは基本的に理系文系みたいなので分かれる？そうです、そうです。文系の採用、理系の採用、大体何名何名ぐらいですか？当時僕の場合だと文系が30で、理系がまあ20ぐらいですかね。で全体50ぐらい。何万人受けて50しか取らないですね。結構メーカーって本当にすごい受けるって言われてる中で、特に日清とかって結構 CM がド派手であったりっていうところがあるんで、まあ、認知度も高ければ華やかに見られがちなんで、本当にガチで入りたい人からミーハー的な感じで入りたい人までみんな受けるみたいな。文系はじゃあ基本的に営業に行くと？基本的にそうですね。事業部みたいなので行くと、どういう事業部があってどこの営業をするみたいなのってあるんですか？はい、基本的には3つぐらいに分かれていて、東京でいうと東京営業1課2課っていう、まあ、いわゆるそのエリア担当みたいなのがあるのと、もう一つは当時首都圏って言われたんですけど、首都圏の大きなスーパー担当、もう一つ広域っていうのがコンビニさんとかイオンさん、ヨーカドーさんみたいな一番大きいお取引先様とやり取りをする。地域ごとに営業の切り分けがあって、商品別みたいなのはないんですか？ないですね。基本的にドライって言って、まあカップヌードルであったり、そういう即席麺と、あとチルド冷凍みたいなのがあるんですけど、そのドライの中の今お話したようなチームみたいな。自分が扱う商材みたいなのはドライなのかチルドなのか冷凍なのかみたいなのは決まっていて、はい、ドライの中の東京担当だったりとか、あるいは地方担当だったりとかっていうのも出てくるってことですよね。その部署選定みたいなのでいくと、ドライに行くのが一番いいよねみたいな。いわゆる日清食品を味わいたかったらドライだよねみたいなところとか、まあ、一方でチルドとか冷凍っていうのは業界で見ても当時7位8位とかだったんで、もっとそのガツガツやりたいみたいなのは自らそっちに手を挙げる人はいるみたいな感じですね。大企業でいうとこう花形コースだったりとか、そういうのってやっぱドライが強かったりするんじゃないですか？そうですね、ドライで入って、まあ、そこからマーケであったり宣伝行くみたいなのが結構当時は花形みたいに言われてましたね、なるほどですね。主力商品を扱ってる方がいいかもねっていうところはあるんですね。そうですね、まあ一概には言えないんです。一概には言えないけどね。じゃあまずそんな営業、どんなことをしていたのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思います、はい、いわゆるルート営業なんですけど、僕の場合も担当エリアを持って、そこのまあバイヤーさんであったり店舗に対して商品を売りに行くっていう形たちにはなっているんですが、ただやっぱりその即席麺業界だと圧倒的なシェアナンバーワンなので、まずカップヌードルを置いてないってことがないんですよ。で大体まあ主力商品は置いているので、新商品をちょこっと提案するのと、あとはどちらかというと各店舗の全体の売り場設計を一緒に手伝うみたいな。それ何するんですか？棚割りってよく言われるんですけど、カップ麺の中でもどこに何を置いた方が売り上げが上がりやすいかとか、そういうのを設計していくメーカーの担当みたいなのがあるんですよ。即席麺だったら日清とか、ビールだったら札幌さんみたいな、そこで売り場を設計するのをなんか決めていくみたいな、任されるケースがやはりその業界トップだったんで結構多い。物を売るみたいな営業に関してはもう置いてもらってるんで、新しいの出ましたよ、置いてくださいみたいな、分かりましたみたいな、そういうもうテンションになるってことですよね、はい、で日清さんが新しいの出ましたっつって、うちはちょっとみたいなのってあんまなくないですか？あんまりないですね。ですよね、はい、めっちゃ楽じゃないですかめちゃめちゃ楽です例えば広域担当とかになって、さっきコンビニでしたっけ、広域とかになってくると、はい、コンビニって例えば今セブンイレブンさんが自分たちでプライベートブランドとかを出したりしてるじゃないですか、はい、それでバッティングして若干縮小したいみたいな話とか出てこないもんなんですか？可能性としては全然ありますね。あ、それはやっぱあるんですね、はい、ただやはりそのコンビニさん別の売り上げとかで見ても、やっぱトップってカップヌードルのレギュラーであったりシーフードであったりってところなんで、そこから切り落とされるっていうのはあんまりない。しかもあれか、カップヌードルとかって別に売り場もそんな広く取らなくていいので。そうですね、もう各種1個置いてくれればあとはバッグに置いときゃいいよみたいな。はい、ちなみにカップヌードルの中だと何が一番売れてるんですか？そのレギュラーって言ったの赤いやつですね。赤いやつ、
あれがもう本当に一度もシェアを抜かれたことがない商品って言われてて。チリトマトはどうですか？チリトマトも結構売れてますけど全然かなわないですね個人的に欲しいチリトマト失敗したカップラーメンとかあるんですか？めちゃめちゃありますね。週 3,4 商品は絶対新商品が出るので。え、そんな出てるんですか？当時そんぐらい出てましたね。その中で本当にもういわゆるお蔵入りみたいな商品も全然あったりとか。売れなくてクレーム食らうこととかってあったりするんですか？たまにあるんですけど、どちらかというよりそういうのではなくて、日清って欠品食品ってよく揶揄されるんですよ。っていうのが新商品バンバン出すんですけど、そこまで大量ロットで作らないっていうのがあって、ただ売れちゃうと欲しいじゃないですか店舗さん側は。でももうないですみたいなのがあるんで。さっきおっしゃっていたように結構簡単なルート営業になってくるのかなというところなんですが、はいはい、そこで苦労することとかこういうのはしんどかったみたいな話って何かあったりするのか？さっきお伝えした欠品対応ってところが結構大変でして、工場もまあ国内に今数カ所あるんですけど、1個例えばカップヌードルのこの商品が異物混入ではないですけどちょっと不手際があってもう商品出せませんってなっちゃうと、そこの工場が止まっちゃうんですよ。そうするとここ出せないからこっちで本来作るべきだったカップヌードルを作ろうってなると、その分新商品少なくしか作れないんで、っていう歯車に乗った時に、やはりそのコンビニさんとか大手さんみたいなところが優先になっちゃうんで、僕とか1年目とか持ってるのって結構比較的小さい店舗さんとかだったんで全然商品出せなくなっちゃって、そういう対応が結構大変でした。確かに何か起こった時の生産調整ってめっちゃ大変ですよね。そうですね。でそっから大体みんなずっと営業を続けていくもんなんですか？キャリアとしては大体3年目に入るぐらいのタイミングで結構いろいろ分かれたりするんですけど、ハンズアップ制度があって海外にいろいろ事業部もあったりするんで、海外行きたい人は海外に行くし、マーケのトレーナー制度みたいな感じでマーケに行く人もいるみたいな。じゃあそれ手を挙げていける人は行けると。ただマーケとかってやっぱ人気じゃないですか。おそらく海外も人気だろうなと思うんですけど、はい、そこからあぶれた人たちっていうのはずっと営業でやっていく？そうです。営業も全国各所にあるんで、東京から関西に行くとかそういうのはいろいろ起こったりしますね。それってでも例えば競合他社さんだったり、よくある話だと地域間シェア格差があって、はい、そこの地域をどうにかせにはいかんみたいな話ってあるじゃないですか、はいはいはい、でも日清さんってそんなのあんまり起こりえないのかなと思ってて。意外とあるんですね。地域シェアってあるんですか？例えば北海道とかだと東洋水産さんがめちゃめちゃ強くて、日清は全然みたいな。あと焼きそば弁当みたいな、北海道ですごいシェアを誇っているそういうカップ麺があったりとかで、ローカル系。そうそうそう、ローカル系です。なるほど。じゃあそれはそれで別のミッションを持っていかないといけないわけですよね。そうです、ね、普段のルート営業で保つっていうのがまあ都市圏の仕事だとしたら、はい、そこを開拓するっていう営業も一部発生するわけですね。おっしゃる通りです。営業バリバリやりたいっていう人はむしろ自分で営業やりたいから北海道に行きますみたいな感じの人も結構います。でも首都圏のそのルート営業においてはどういったところが評価されて上に上げたりしてもらえるんですか？基本的には自分の持っている担当先企業の売り上げの前年比であったり、まあ、そこの伸び率であったり、はいはい、あとそもそもカップ麺のアイテム数がどれだけ増減したかみたいなところが結構判断されますね。クライアントの売り上げにどれだけ貢献したかってところが評価されるってことですね。それって一概に自分たちでどうにかできるもんなんですか？時間はかかりますけどできなくはないって感じですね。何するんですか？いろいろあるんですけど、やれることとしてはもちろんその既存の商品の売り上げをちゃんと上げるっていうところが、先ほどお話ししたその棚割りとかでどういう理由でこの商品を置いた方がいいかとか、例えばうどんタイプが置きすぎているんでこれを減らして逆にうちの商品を入れましょうみたいな。そうするとまあどれだけ売り上げが上がりますみたいな。今までかぶってここでカニバってたものを全然違うエスニック系のジャンルとかを入れたらもっと広がりますよねみたいな、どんどん提案していくと日清食品としての売り上げと、あとカップ麺全体としての売り上げも上がってきたりすると、じゃあ日清さんの商品をもう少し入れようみたいになったりするんですよね、うん、競合が置いてあるものも全部含めてカップ麺売り場の設計をしてると、はい、そうですそうです。棚割りのノウハウみたいなやつってどうやって身につけるんですか？それはもうやっていって見ていくしかないっていうところで、結構やっぱエリアとかによってもいろいろなんか商品特性って変わったりするんですよね、うん、主婦の人が多いところは袋麺が売れるとか、うん、韓国街に近いような店舗は辛ラーメンとかそういう系が売れるみたいな、うん、そういう特性とかをいろいろ調べつつどういうのが売れそうかっていうのを提案していくみたいな。なるほど。じゃあすごいマイクロなマーケティングを個人でやっていかないといけないわけですね。そうですね。そういう意味ではちゃんと考えなくて、その楽ってお伝えしたんですけど、うん、すっごい正直な話言って日進出ましたって言ってるだけの、はい、くっそ楽でつまんねえなっていうのをちょっと思っちゃったんですけど店舗の売り場をどうこうしていくみたいなのが消費者特性に基づいてって考えてくるとすごい面白いですよね、はい、それは。それも営業じゃなくても本当にマーケ、うん、マーケの仕事に一個入ってくるのかな、うん、そうですね。そんな日清さんの中で人気の部署とかってあるんですか？やはりマーケと宣伝ですね。
だ。マーケもブランドマネージャー制っていうのを引いていて、1グループかと12グループぐらいあるんですけど、上に行くにつれて知名度のある商品というか、1グループはもうカップヌードルの部署で、もうそこはもう結構恐れ多いというか、周りからビクビクされるようなチームですね。じゃあその中の12番目とかは社内でもポジションの低いような商品のマーケをしてるみたいな。そうです、全てがそうではないんですけど、12部とかだと比較的最近できた商品とか扱ってるんで、営業の話も結構聞いてくれやすかったりとか、一緒に逆に売っていってくださいみたいな感じだったりするんですよね。じゃあその人気部署に行くためにはどうするんですか？何年か1回に公募制度みたいなのがあって、あそこでまず入って、ただ公募って大体1年とかなんで、そこでちゃんとマーケ部としての実績を上げて残されるみたいな。公募っていうのは1回応募して、でそこで何か取り組みをするんですか？そうです。そうなんだ。じゃあそこで選抜されるっていうわけじゃなくて、マーケ部に入って実績を残せば残れる、残せなかったら外れる。そうです。インターンみたいですね。面白い。じゃあ結構みんな手を挙げるんじゃないですか？挙げる人多いですね。みんな日清に何したくて入るんですか？僕らの時は海外に行きたいって人が多かったですね。やっぱりちょうどグローバル侍みたいな、そんなキャッチコピーが新卒の採用スローガンみたいになったんで、ね、そういう人が多かったですね。実際海外どんぐらい行けるもんなんですか？海外は営業が25人いたとして、そのうち大体ぐらいが3年のタイミングでトレーナーとして海外に行くみたいな。日清の年収みたいなところにも聞いていきたいんですが、はい、年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。